昆虫の嫌われる理由として刺されると痛い、一歩間違うと命の危険性があることも挙げられる。むしろターゲットが人間に設定されているんじゃないかと思うくらいに人の天敵となり得るものすら存在する。昆虫学者ジャスティン・スチミート博士が作成したランキングを見ていくことにしよう。8位、コハナバチ。コハナバチは中型のミツバチ類で、体には光沢があり、多くは黒褐色ないし黒色地に黄色や赤の斑紋を持つ。オーストラリアを除くほぼ全ての地域に生息している一般的な蜂である。人間の汗に含まれる塩分に引き寄せられるので、彼らが周りにいる時は落ち着いて決して汗をかかないようにしよう。刺された時の痛みは軽く、腕の毛がパチッと感じるくらいである。7位、カミアリ。南米固有のこのアリは今や世界の至るところに拡散し、家に巣くう害虫というイメージがある。和名こそカミアリという名前だが、英語ではファイヤーアント。その名の通り赤銅色をした体で、ドッシアリ族に属している多くのアリの中の一つである。体はとても小さいが攻撃力が高く、特に巣が脅威にさらされると攻撃的になる。刺された時の痛みは鋭いが、至って普通のレベルでヒリヒリ感が残る程度だ。6位、アカシアアリ。植物のアカシアに由来する名前を持つこのアリは、名前の通りアカシアと互いに利益を得ながら進化してきた。アカシアはトゲを膨らませ、アリの住処として提供、また蜜腺から糖類樹液を出すことで食料まで提供している。代わりにアリはアカシアを食べる動物を攻撃し、周りにいる植物を枯らしているのだ。大きな目と等褐色の体は狩りバチに似ている。刺された時の痛みは貫通するような痛みで、頬にホッチキスを打たれるような感じだという。5位、北米産スズメバチ、アシナガバチ、ミツバチなど日本には生息していない。英語ではハゲタハチ、白いようなハチ、白い顔のハチなどの別名がある。大型のハチで、名前の通り腹部と顔に白い模様が入っている。侵入者を感知するととても攻撃的になり、追い払うのは難しい。他のハチとは異なり、針が滑らかなため何回でも刺すことが可能である。刺された時の痛みは結構痛く、毒性があるため刺されると24時間近く膨れ上がるという。4位、ホオナガスズメバチ。ホオナガスズメバチは巣を守るためなら死しても戦う。このハチが通常のハチと異なる点は、その細いウエストだ。通常休息している時などは羽は温められており、黒と黄色の縞模様が見える。巣が近くにある人にとっては脅威かもしれないが、彼らは他の昆虫を食べてくれるという意味では役に立っている。刺された時の痛みはまるでタバコを舌に押し付けられたみたいな熱い痛みだという。3位、収穫アリ。アリの世界の中では最強の部類に入る。ほぼ真四角の顔に長い胴体を持つ。背骨はなく赤茶色をしているため、他のアリと区別しやすい。このアリは滅多には襲ってこない。だが一旦攻撃態勢に入ると、とても強烈な人差しが待っている。刺された時の痛みは容赦ないほどの激痛となる。肉に食い込む足の爪にドリルで穴を開けるような痛みだという。2位、オーベッコウバチ。世界最大のハチとして有名。英語でタランチュラホーク、タランチュラダカと呼ばれるように、ベッコウバチ特有の生態で蜘蛛を専門にする狩りバチである。そして人間も決して敵には回したくないハチである。青みがかった黒い体色で、羽の色はオレンジ、中には青いハイライトが入った黒い羽を持つ者もいる。その長い足の先はかぎ爪状になっており、針で刺す間捕らえたい者が逃げないようにガチッと抑えられるようになっている。刺された時の痛みは電流ショックが駆け巡るような凄まじい痛みだという。刺されたら思わず叫び声を上げることは間違いないだろう。1位、サシハリアリ、ダンガンアリ。全ての昆虫の中で
刺し張り槍を超える刺しを繰り出せる者はいないだろう。彼らに刺されたことがある人たちは人生で一番の激痛だったと語る。刺し張り槍科に属するこの巨大槍は赤みかかった黒色の体からわかるように見るからに危険な匂いを放っている。まるで弾丸で撃たれたような痛みがあることからブレッドアント、弾丸槍という名前がついている。刺された時の痛みは体が激震するような純粋な激痛。それはまるで7センチの釘が足裏に刺さった状態で燃え盛る石炭の上を歩くような痛みだという、いわゆる地獄でよく聞く状態だ。その状態が24時間続くという。